ナヒーモフ気象は、ソビエト連邦の気象。名称は、ロシア帝国の海軍大将、パーベル・ナヒーモフより取られている。ソ連の建築家モデスとシェピレフスキーにより設計された。ナヒーモフ気象は、社会主義国土の防衛に対して、勇気を示し、感染による戦闘行為をもって、それに応えたソ連海軍や国境軍の兵士を、対象として、 1944年3月3日に発布されたソビエト連邦最高会議官部会命令、軍事気象の確立に関して、ウジャコフ気象及びナヒーモフ気象によって制定された。気象名は、帝政時代に活躍したロシア史の中で最も有名な海軍大将、パーベルナヒーモフに由来している。制定以来長らく授与され続けたが、 1991年のソビエト連邦の崩壊によって、効力を失った。1992年3月2日に発布された、ロシア連邦最高会議幹部会、第2424 24から1号命令により一時的に地位回復されたが、以降ロシア連邦下で授与されることはなく、1994年3月2日の、ロシア大統領令、第442号、 ロシア連邦の国家賞に関してによって正式に廃止された。ナヒーモフ記賞は通例左胸に廃用する。なお、他にもソ連の勲章や記章を受章していた場合は、廃用序列に従い先行記章以上のものを上位に、労働有望記章以下のものを下位に配置しなければならない。過去にナヒーモフ記章を受章し、現在ロシア連邦の勲章。 気象類を受けている場合は校舎を上位に配置する必要がある。なお、ナヒーモフ気象の序列は1947年と1980年の2回にわたって変更されている。ナヒーモフ気象は命をかけて海上での任務にあたり、祖国と海上の国境を防衛した者が示した勇気を称えるために送られた。対象となるのはソ連海軍やソビエト国境軍。 海軍不評の中でも歌詞館や軍装、巡視官、少尉の階級にあるものである。1944年の創設から1994年の廃止に至るまでの50年間で、ナヒーモフ気象は1万3000から1万4020人に授与された。ナヒーモフ気象は、突如の縁取りがある直径 36mm の精度性気象である。気象の表面には、 左側を向いたパーベルなヒーモフの巨像が浮き彫りで描かれ、円周に沿って細かいビーズが同じく浮き彫りであしらわれている。上部には円周に沿うようにしての文字が、下部には円周に沿うようにして五芒星と月桂樹の葉が描かれている。裏面も、突如の縁取りとビーズの浮き彫りは表面と同様である。真ん中には公開中の小舟と、それを取り囲むようにして、 縄で作られた円が描かれ、背後には交差する二丁の海軍用怒りが置かれている。怒りはそれぞれ鎖で繋がれており、その鎖がビーズと縄の間に円を成して描かれている。気象の図面は、芸術家のエール・ディオロフ、BM ・ホミチュ、NA ・ボリコーフによってデザインされた。気象は五角形の台座と繋がれており、台座には絹製で、モアレの入った青地のリボンが巻かれている。 台座の裏側には配用するための金具が取り付けられている。リボンの幅は 24mm であり、両端からそれぞれ 5.5mm の位置に 3mm 幅の白い線が 2mm 間隔で3本引かれている。ありがとうございます。